はい、三輪車の三輪です。ぺちゃんこです。ペットです。お願いします。お願いします。2023年6月6日雑談第451回の放送が始まりました。さあ、はい、俺もまあ最近ちょっと走るようにしようと思って、はいはい、この間、まあ、でもやっぱやる気にならないと走る気にならないから、うんうんうん、あんま走んないんだけど、この間 ふとやる気になって、よし、うん、今日は走るかみたいな感じで、はいはい、うん、そのランニングシューズ履いてさ、うん、ジャージ着て、でちょっとまあ準備体操軽くして、うんうん、で踏み出した一歩目で右足がすげえ痛かったの。やば。もう一歩で右足が痛いってなって。あれ。やば。だってそういえば最近俺なんか普通になんかちょっと歩いてても、うん、右足のかかとがなんかちょっと痛い瞬間があんのよ。ああ、うん。なんなのかなと思って、これが原因がよく分かってないんだけど。うんうんうん、要は結構こう。散歩とかさするときにテクテク歩いてると次第にこう右足のかかとだけなんか不意に痛くなってくるみたいなかかとがあって、でそれがそのランニングの時に一発目に出て、いやもう痛いなと思って、やる気はめっちゃなくなったんだけど、うん、まあでもそれをそこまで走れないとかじゃないから、うんうん、まあまああんま気にしないようにこうエホエホ走ったんだけどさ、うん、これもあれかな、やっぱ呼吸かな。足はどうなん、呼吸のせいなんだろう。なんか走る前にストレッチってあんまり良くないらしいよ。あ、そうなの。そうなんだ。なんで？え、なんでだったかな。なんかね、うん、なんかがあるらしい。柔らかくしすぎると良くないとかそういうこと？うん、なんかそのストレッチをしてから走り出すのはなんかちょっと危ないみたいな。危ない。逆にその足痛めちゃう、膝痛めちゃうとか。へえ、そうなんだ。じゃあやんない方がいいんだ、なんも。もうそのまんま水飲んでとか。急に？あ、多分軽いあの何？アキレス腱伸ばしとかはいいのかもしれないけど。いやまあまあそういう感じだけど。うんうんうん。そうなんだ。やんない方がいいんだ。俺もあんまり走る前はやってないかな、ストレッチ。うん、へえ。俺も実は3月ぐらいから走ってて。やってるらしいね。そう、でも俺そのドンさんが言えるほどじゃないからさ、週2から3で、いやもう十分っすよ。そうで1回3キロとか十分ですよ。それで今走ってんだけどさ、うん、やっぱ最初は膝が痛くなったりなるよね。うん、もうなんか俺も最初もあの鼻口みたいな感じで、でナイキのアプリでさやってるとさ、うん、なんて名前だったかもう忘れちゃったけどさ、うん、じゃあ今日も頑張っていきましょうねとか言ってさ、あ、喋んの？そう、今あなたは走って何を思ってますかみたいな。え、それに、語りかけられる？語りかけて、今あなたは下を向いてるかもしれませんが、上を向くと呼吸がすごくしやすいと思います。それじゃあ3分後に帰ってきますねっつってた。帰ってくるんだ。とそれをだんだんとそのそれは20分走りましょうみたいなやつで、うん、次は30分とかでその間喋ってくれてるのがあってさ、うんうん、ずっと喋り続けてくるってことだろ。ええ、最後の方は多分なくなるから、その話題が、うん、だから、うんうん、話題がなくなるんだ。そう、向こうの話題なくなるから、じゃあ3分後に帰ってきますね。向こうの話題がなくなることがあるの。帰ってきますねって言って3分何もなく、どうですか走ってますか、みたいなのがさ、うん、あるの。ナイキのそのデータをさ、その今日はどこマップがあってさ、どこ走りましたって、うん、それでそういうなんかあって、次はじゃあ30分とか何キロとかあって、あ、へえ、使ってみよう、ナイキのアプリ。お、面白いよ。最初20分、それでだからちょっとあのなんか身長を測るときって背筋伸ばしますよね、その感じで走ってみてくださいとかさ、あ、ちょっとこうアドバイスしてくれる。そう、豆知識入れてくれたり、で呼吸のことも言ってくれたりしてさ、で慣れてきたら普通にそのフリーランみたいので何キロみたいにやるんだけど、うずうずとあれか、話題なくなっちゃうんだ。話題なくなっちゃう、最後の方ちょっと気まずくなって。そう、20分シーンとするの。そう、最初の初期のやつは20分で歩いてもいいですよとか言うんだけど、うん、最後の15分ぐらいになると、じゃあ3分後に帰ってきますんで走っててくださいみたいなので、あ、もういなくなっちゃうな。いなくなってまた様子見に来て同じこと言っ
って、決まった3分後。あ、なるほどね。それはさ、会話はできないわけ、うん、こっちから。あ、違う違う、もう音声をダウンロードしてるような感じ。そう、スタートしたら音声が流れるみたいな。なるほどね。でもなんかそのうち会話できそうだけどな、この世の中。AI と。AI と。いや、AI とね。ああ。あ、まあ、そうね。でも、いや、走れるじゃん。さ、喋りながらって走りづらくない？いや、でもこっちはほんと一言とかよ。とか？なんかちょうだいみたいな。あ、なんかちょうだいっていうのか。いや、そこまで行ったらいいかもね、コミュニケーションが取れた。見えた看板とかをさ、ポロッと喋ったらそれについて教えてくれるとかさ、うん、これなんだろうみたいな、この企業はこれこれこれこうでこういうところにもありますみたいな。シリでいいんじゃないかな、うん、しかもそれならさ、別にランニング中じゃなくてさ、それさ、散歩の時とかすげえ良さそうじゃない。あ、まあでも別にランニングでも散歩でもまあいいけど、そういう瞬間的にこうポロッと喋ったのがすぐ返ってくるみたいなのは面白そうだなと思う。そうね、なんかでも進化したらなりそう、このうち。うん、なんかおもろいね、そういうのもあるんだな。俺ずっとラジオ聞いちゃってるから。あ、そ、いや、それもね、いいよね。うん、ラジオは持ってこいだね。そう、その今はナイキのやつ使ってんだけど、うん、1キロでこうペースいくつですみたいな、うんうん、はいはい、7分半ですとか7分ですみたいのを言ってくれるけど、その間はラジオ聞いて、ラジオがちょっとちっちゃくなって今1キロ行きましたみたいなのも。ああ、なるほど。そう、一緒に、うんうんうん、車のナビみたいな感じで。そう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 、音量を下げてくれるのか。そうだから曲聴きながら走ってても今1キロですね、やってくれるから、なんか いいよ。ああ、1キロ行ったら。なるほどね、案外良さそうだな。そういうのも。もう7、8は無理だね今んとこ。ほんと3キロを7分半ぐらいか、1キロペース7分半でちょっと行って、その20分走んなきゃダメって言うじゃん、うん、有酸素運動だっけ。まあ言われてるけどね、うん、だからそれでだいたい23分とかで、ちょっと行ったら4キロ行って30分弱とかを走る。いや、十分だと思うね。30分行けるんだったら十分じゃないかな。そうね、俺30分も走れないからな。いや、7、8は多分あの場合って考えるとちょっとまだ全然想像できないわ。え、なんかね、気づいたらいけるようになるよ、マジ。そう、うん、気づいたらいける。あれ、なんかもうちょっといけるかみたいな。ちなみにさ、コースってさ、どうしてる？回ってる？ぐるぐる？いや、俺は大通りをなるべく違うパターンでやってる。最初1キロ1周のところを3回あ、俺ダメやったけど、ダメです。飽きちゃう。飽きちゃう。飽きちゃうし、うん、あとまたここを一回行かなきゃいけないんだっていう、うん、なんか気持ちがあって折れちゃう瞬間とかがあるからさ。もう全然知らんとこ行くな。ああ、そうだね。まあ全く行ってないところか。一回この前走っててさ、うんうん、あのアップルウォッチだけつけて、うんうん、携帯持ってかずに行ったのよ。うんうん、でちょっと道適当に走ろうと思って。からあの道迷っちゃって、おう、でもアップルウォッチだけしか持ってないからさ、お金も持ってないし、うんうん、でアップルウォッチ地図も見れないから、マジであの久しぶりにあの車のさ、あの大通りの大きい看板、うんうんうん、あれ見て、あ、こっちに駅あるんだみたいなんでそんなに迷ったんだ。やばかった。へ、なんか全然まっすぐ進んでると思ったら、その道がさ、軽くずっと曲がってたらしくて、うん、思ってる方向向いてなくて、あ、その看板見たり、あれ月ってどこにあるんだろうみたいなのを久しぶりに感じたわちょっと怖かった。だからやってるね、走る時ってさ、携帯ちょっと重いからさ。あー、俺一応持ってるよ。俺も持ってるな、携帯と鍵と小やつにして。あー、うん、そう、小やついい、すっげー細長い、うん、なんかストッキングになんかちょっと T シャツ入れてくれるって回したみたいな分かる分かる分かるっていうのに、携帯と鍵だけかな入れて、うん、俺ポシェットタイプ。あ、ポシェットタイプもかいいよ、うん、まあそうだよね、ガチってやればあのゆさゆさしないってことだよね、ポシェットも、うん、そうだね、意外といい感じ、ね、あとなんか腕につけるタイプの人もいるね。あるね、うん、つけてる人いる、ね、あるある、もうあるから。そう、まあ、俺は携帯でけえからさ、なんか体に密着させると、邪魔でしょうがない、邪魔なんだ、ね、確かに でかいと大変だな。だからちょっと最近
まあ俺も含めちょっと、いやそれ続けてたら全然気づいたら40分、40分いける、いけるね、40分いけたらいいな。実際行ったからな。でも、うん、あのね、調子にもよる結構。あー30分で今日結構、あ、いやまあわかる、うん、調子あるみたいな、うん、時は割とあるから、うん、でもね体感的にはね、いや夜中の方が、うん、なんか距離感ちょっとバグるというか、あ、うん、なんかいつも以上に行ける感あるかな。夜中しか走ってないな。俺も基本夜中、うん、配信終わった人がいるのが嫌でさ、道に。あ、まあまあそれはあるね、避けたりするのもやだし、まあ車も少ないってのもあるんだけど、うん、ちょっと涼しいしね今。そうだ ね、あと変な道入った時に変な風に目で見られないっていう、うん行き止まりの道、あの私有地そう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 ここへ曲がろうと思ったらさ、そのまま帰れるから、はい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 、それがいい、いいな。いやたまにあるわ、いやちょっと受け入れたらいいなと思いながらちょっとね、まあ、女性はね夜中はいやちょっと怖いよね。まあ、でもあの路地とか行かなきゃ基本は大通り、大通りを走れば別にそんなでもないよ、大通りもあんま人いないしね、うん、でちょっと明るめの服着て、うん、電気ないところは走っちゃまずいと思うけど、それは男性であっても怖えわ、うん、そうだね、うん、俺もだからそのさっき言ったストッキング伸ばしたみたいなやつすげえキラキラなんか蛍光のやつだしさ、うんうん、あの車のライトですぐ光るやつね、そう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 、うんうんうん、黄色いやつつけて、そういうのもちゃんと使って、はいはい、意外といるけどね、全然女性もランニングしてる、いる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 、うんうん、しかもクソ速いから全然あのすぐ追い抜かれる、マジやばいなんか走って初めてこの人たちすげえ速さで走ってんなっていうのが、そう速いよね本当にね、めっちゃ速い、あれは無理だわ、あのスピードを維持してすげえなと思いながら、うんうんうん、まあすごいですよね。